お兄ちゃんたちこんにちは。お前らこんにちは。なんだ？こっちにもセリフ枠ができてるぞ。ええ、この方がコメント入力しやすいから、プチリニューアルしたの。なんか、俺の部屋が狭く苦しくなったな。贅沢言わないで。これも生産性を高めるためよ。生産性か。これだから経済学ってやつは。それで、今回は何やるんだ？いろいろとリクエストもらったんで、転売問題についてよ。転売か。資本主義の醜悪さの象徴みたいな現象だよな。そう見えるのが普通なんだけど、経済学的な観点だと、ちょっと違った視点で転売が見られるようになるかも。お前、まさか転売は正義なんて言うんじゃないだろうな。そこまではっきり言う気はないけど、転売は経済学の思考パターンを理解する、いいサンプルではあるのよね。それでは、ゆっくり妹の経済学講座、始まり始まり。昨今、ネットオークションやフリマアプリの普及もあって、転売問題が取り沙汰されることが多くなったわね。誰でも気軽に転売ができるようになったからって、はた迷惑な話だよな。本来安い値段で買えたかもしれないものを、高額転売されてるんだから、そう思うのも無理ないわよね。つうか、それ以外の感想があるのかよ。転売問題に関しては、とある経済学者が、転売は合理的、みたいに発言したものだから、経済学そのものへの批判が強まってるんだけど、経済学的観点で見ると、転売は必ずしも悪いとは言えない。ってあたりは事実だったりするのよね。マジかよ。そんなだから、経済学なんていらない子って言われるんだぜ。まあ聞いて、その手の批判をする人って、経済学とは、効率的に金儲けをする方法を考える学問、とか思ってるんじゃないかしら？ああ、俺もそうだと思ってたからな。でも、実際はそうじゃないって前に説明したわよね。確かに言ってたな。経済学ってのは、希少な資源の最適な分配を考える学問。なんだっけか？そうね。噛み砕いた言い方をすれば、数に限りがあるものを、どうやって分配すれば、人々の満足を最も高められるかを考える学問ね。言わんとすることはわかるが、そこからなんで転売用語みたいな話になるんだ？経済学では、資源は希少であり、すべての人々には行き渡らないことを前提に分配を考えるのよ。その上で、どのような方法を取れば、資源をより欲しがってる人に振り分けられるかが問題とされるの。配るんだったら、より欲しがってる人ってのが前提なわけか。例えば、マスクが100個あったとして、欲しがってる人が200人いたとするでしょ。そういう場合、どうしたって全員にマスクは配れないから、より欲しがってる人がマスクを手に入れるべきだ。って、経済学では考えるのよ。内袖は触れないわけだから、しようがないっちゃしようがないわな。ではその時、どういう方法を取るのが合理的なのか？これには、経済学では最も古典的かつ、基本的な方法として、需要と供給、つまり商品の価格を設定して、ある値段で買ってもいいと思った100人が、その商品をより欲しがっていた人、と判断するわけ。確かに、市場経済ってのはそういうもんだろうが、あえて言うなら、それって金持ち優遇って話じゃないのか？そういう批判って、昔から根強いんだけど。では、他にどんな方法で、より欲しがっている人への分配を実現するかって、なかなか難しいのよ。仮に、価格による需給調整を否定した場合、よく取られるのは、先着順とか、抽選って方法があるわよね。まあ、パッと思いつくのはそのあたりだな。一時期、マスク不足が起こった時って、大体は先着順って方法を取ったでしょう？ああ、ドラッグストアの前とかに、朝から行列ができてたよな。そうね。早い時間から行列に並んで、苦労した人がマスクを手に入れるべき。っていうのは、一つの考え方ではあるけど。この場合、どんなにマスクが必要でも、朝から並べない人ってマスクが買えないじゃない？確かに、暇人か高齢者しかマスク買えないって批判はあったよな。次に抽選だけど、
これは誰でも前提が同じで、より公平性が保てるっていうのも、それはそれで一つの考えね。でもそれだと、抽選の結果と手に入れた人の商品の必要度って、全く比例しなくなるじゃない？結局は運任せって話だから、必要性が低いやつが手に入れることもあるわな。そう考えると、数が限られた中での分配では、どんな方法を使っても、不公平感が出ることは避けられないわけ。その中で、比較的マシな、商品とそれを欲しがってる人をマッチングさせる方法が、経済学的には、価格による需要と供給の調整。つまり、より高い値段で商品を買ってもいい人が、その商品を手に入れるべきって考えになるのよ。要するに、問題があることは承知の上で、他の方法に比べ山田マシって話なんだな。必要とする人に商品を届けたいなら、誰でも買えるように安い価格にするべき。そういう考えって、お気持ち的に賛同するのはわかるんだけど、経済学者がなかなかこれを肯定できないのは、そういう考えに基づいて経済運営して、大失敗したのが社会主義経済だからなのよ。そういや、前の動画でやったな。社会主義では、誰でも買えるように生活必需品を安くしたって。経済学の基礎っていうか、これは経済法則みたいなものなんだけど、商品の価格って、それを安くすればするほど、欲しがる人が増えるって性質があるのよ。スーパーのセールとかを考えても、そのくらいは察しがつくわな。だから、貧しい人でも商品を手に入れられるようにって、善意で価格を安くしても、価格による需給調整を停止させたら、どうしたって買えない人が出ちゃうわけ。貧乏人でも買える代わりに、どいつもこいつも欲しがるせいで結局は買えなくなると。このような社会主義経済で起こった問題と、転売市場は同じような構造をしてるの。転売が発生しやすい市場って、前提として、需要と供給が不均衡な場合が多いのよ。今例に出したマスクや、人気ゲーム機、限定グッズ、コンサートチケット、あとはプラモデルなんかが典型だけど、これらの商品って、欲しがってる人に対して、供給量が足りない場合がほとんどなのよ。品不足になっていた背景には、コロナ禍での巣ごもり需要もある。パズルやプラモデルなど手作業で時間のかかる趣味が非常に売れるようになった中でガンプラにも目がつけられ、新たに参入してきた層に従来のファンが押し出されるという構造ができた。その結果、本当に欲しかった人に行き渡ってないという状況が生まれてしまっていた。なるほど。こういう背景があるわけか。転売って、おおよそ似たような状況で起こるのよ。ただ、転売批判を見てると、これを分かってない人がそれなりにいて、転売のせいで品薄が起こった、と思い込んでる人が少なくないのよね。まあ、転売で品薄が加速することはあるかもだが、普通に考えや、品薄だから転売が起こるってのは俺でも分かるぜ。そういう状況を踏まえて、なぜ転売が発生すると経済学者は考えるか？第一に、欲しがってる人に対して、商品の数が少なすぎるから。第二に、需要と供給を一致させるのに、十分な価格設定がされていないから。これらのどちらか、あるいは両方かって話になるのよね。さっきの需要と供給の話からすや、そういうことになるわな。なので、もしも市場で転売が発生し、それが望ましくないと考えるなら、対策を取るべきは、まず売り主側だって経済学者は判断するの。転売で迷惑してても、企業の側で解決しろってのか？もし、転売が商品の不足で起こってるなら、供給量を増やすことが一番の解決策でしょう？現に、マスクの転売なんて最近ほとんど見られないし。プラモデルにしたって、再販を決定した途端、転売ヤーが返品してきたなんて話があるのよ。つまり、転売品を買わなくていい状況にすれば、自然と転売もなくなるってことか。供給量が問題なら、それでほとんど解決できちゃうから。とはいえ、一時期のマスクみたいに、転売そのものが迷惑なんだから。転売自体を規制するってのはダメなのかよ。転売は、どういう商品が転売されるかって、事前に全てを把握するなんて無理だし、取り締まるには、
監視したり人員を配置したり、それはそれでコストがかかるのよ。これは、スピード違反を考えればわかるけど、たとえ法規制をしたって、取り締まりコスト代わりに合わないなら、法規制そのものが機能しにくいの。それに、転売を行えば利益が出るって状況があれば、規制したってそうそうなくせないのよ。よしあしは脇に置いて、取り締まり自体が難しいわけか。そして何より、そもそも転売が悪いことなのかって問題があるわ。悪いかどうかって、迷惑なのは間違いないだろ？本当にそうかしら？マスクの例に戻るけど、市場で需要と供給が不均衡なら、それを是正するのは、まず企業側が対応するのが筋なのよ。そうは言っても、企業側にだって事情があるだろうが。確かにそうね。でもそれだと、欲しい人が商品を手に入れられないって状況は、改善しようがないでしょう？さっきのプラモデル業界みたいにってことか？ええ。そこで登場するのが転売なのよ。確かに、転売ヤーがいたせいで、列に並んでたのに先を越されたとか、周辺地域で買い占めをされて、どこを探しても手に入らないとか、個人として迷惑だっていうのはその通りでしょう。でもね、それは裏を返すと、転売ヤーがいたおかげで、別の誰かが商品を手に入れたってことでもあるの。どうも納得しがたいな。それはそうでしょうけど、経済学の価値判断って、あくまでも相対評価なのよ。まず、転売が発生せず、ただ品不足だけが起こってる市場は、より欲しがってる人に商品が渡るべきって、経済学の価値基準では一番ダメ。次に、品不足はあるけど、転売が発生している市場は、お金さえ払えば、欲しい商品が手に入るって点で、状況はマシになったって考えるのよ。不満はあろうが、手に入らないよりはマシってことか。その上で、より状況の改善を望むなら、転売規制よりは売り主が対処するべき。っていうのが、経済学的な処方箋なのよ。好むと好まざるとに関わらずってか。そうすることが、単に規制を行うより合理的って価値判断ね。合理的ね。しかし対策できるなら、とっくにしているような気もするがな。そこが問題なんだけど、経済学者が主張する処方箋のうち、需給調整のために価格を上げるってことを、現実の企業では、やりたがらない場合が少なくないの。生産量を増やすより、手っ取り早い気はするがな。そのあたりについて、実は研究してる経済学者もいるのよ。例えば、アメリカンフットボールの人気チケットが、高額転売が問題視されても、元々のチケット代を高く設定しない理由について、アラン・クルーがあって経済学者は、売り主とファンの視点からそれぞれ分析してるわ。売り主側としては、ファンには継続的にスポーツに興味を持ってもらいたいので、人気があるからと価格を上げて、ファンに悪感情を持たれたくないからとしてるわ。なるほど。ファン心理につけ込んで、絞り取れるだけ絞ろうなんてアコギな商売は、アイドルとか、オタク業界でしか成立しないからな。実際、マスク不足だった頃のドラッグストアなんかでも、あまり価格を上げなかったのは、そういう背景があったと言われているわ。そういや、普段マスクなんて売ってない店の方が、高値で売ってたなんてのは見かけたな。そのことと絡んで、次はファン視点での分析だけど、ファンとしては、たとえ欲しい人が殺到してるからって、それを理由に価格を上げることを、フェアだと感じないのに対して、逆に売り主側が低めの価格設定をすることで、自分たちが大切にされてると感じ、より一層、熱狂的に応援する気持ちが生まれるとされるの。つまり、経済学の需要と供給なんかより、商売上はそっちがいいと判断してるわけか。他にも、ゲイリー・ベッカーって経済学者は、行列ができたり、予約が取れないような人気レストランが、それでも価格を引き上げない理由を分析したわ。それによると、行列ができたり、予約がなかなか取れない状況を維持した方が、それ自体が宣伝になって、より利益が上がり、宣伝費が浮くっていうのよ。ああ、そうか。行列ができてること自体が宣伝なわけか。こう考えると、経済学的に問題とされる、
需要と供給の不均衡そのものが、商売上はメリットになってる可能性があるわけ。なんだよ。困ってるふりしてしたたかなもんだな。ええ。なので、経済学的に問題解決の手段を提示しても、経済学者はビジネスの現場がわかってない、とか言って、その処方箋を突っぱねるのよ。表向きは綺麗事言ってても、やっぱ商売は商売なんだな。確かにね。とはいえ、それで一番被害を被ってるのは、欲しい商品を手に入れられない消費者で、経済学者の目からは、転売ヤーはスケープゴートにされてるように映るのよ。そうか。だから売り主側が問題解決しろってなるのか。ええ。いかに商売上の理由があろうと、問題を生んでるのはビジネスモデルそのものなのよ。ただね、そういう状況を踏まえてなお、解決策を提示するのが、経済学の真骨頂だったりするのよね。へえ、なんかアイデアがあるってのか？さっき紹介したアラン・クルーガー教授は、コンサートやスポーツ競技場の挫折数。つまり、供給そのものに制約のある市場では、通常の先着順や抽選と並行して、一定数を公式がネットオークションにかけることを提案しているわ。それって、転売ヤーがやってることを公式でやるって話か。これにはいくつかのメリットがあるわ。転売品の価格って、通常よりかなり高額になる例が少なくないけど、これは需要が殺到してる中、自由に価格決定できる商品点数が少ないからで、ある程度まとまった数を公式がオークションにかければ、そこまでの高騰は歯止めがかけられるのよ。そっか。1個や2個の商品を100人で取り合えば、そりゃあ値段も跳ね上がるわな。そして、公式が最も欲しがってる上位の人に、正規ルートでチケットを売ってしまえば、たとえ転売が発生しても、あんまり旨味がない状態にできるの。ああ、高い金出しても欲しがってた奴らは、もう手に入れてるわけだからな。加えて、それでも起こるファン側の不公平感に対して、クルーガー教授は、オークションで通常販売より多く得た利益は、慈善団体への寄付を勧めてるわ。こうすれば、転売されたチケットを購入したファンの後ろめたさや、抜け駆けって印象の緩和もできるでしょ？なるほどな。ただ、良いことしてる風でいて、若干偽善臭は感じるが。そうは言っても、国内アーティストなんて、年に1回は黄色い T シャツ着て、同じようなこと毎年繰り返してるんだから、今さら偽善もクソもないと思うわ。そうだった。日本の芸能界じゃ、その手の偽善はお箱だったわ。あと国内の経済学者だと、坂井豊隆という教授が消費者の嫌悪感の緩和策として、オンラインの競り上げオークションの値付け方法に、入札額の上位100人がチケット獲得するなら、落札額は100番目の最低額で、全員に売るのが良いとしてるわ。つまり、1番の人が100万円つけて、100番目の人が3万円つけていたら、1番の人でも3万円で買えるってこと。おお、それはお得感あるな。もともと、オークション自体が収益拡大が目的じゃないし、そっちの方がファンからも悪感情持たれにくいでしょ？それに、公式がそうやって売れば、転売が起きてもそれ以上の額はつきにくくなるのよ。へえ、うまいこと考えるもんだな。この手のアイデアって昔からあるんだけど、困ってると言いつつ、なかなか企業って導入しないのよね。そこまで聞くと、俺も企業側に問題あるように思えてきたわ。いくら転売ヤーが、お気持ち的に許せなくたって、経済原則に基づくうまい解決策を取らなくちゃ、状況は改善できないのよ。昔から言うでしょ？足らぬ足らぬは工夫が足らぬって。俺、その言葉大っ嫌いだけど、これに関しては納得だわ。さあ、この動画を見たお兄ちゃんたちは、転売への考え方は変わったかしら？今回は、このあたりにしておきましょう。お前ら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくな。よかったら、他のチャンネル動画も見てほしいわ。それじゃあお兄ちゃんたち、まったねー。